ということでですね、今日はこちらお茶の水の黒沢楽器さんにお邪魔しておりますけれども、皆さん来たことありますかね。もうお茶の水黒沢楽器さんね、たくさんありますが、一番大きいお店じゃないでしょうかね、こちら。はい、もうずらっといろんなギターが並んでおりますけれども、ちょっとねお店許可いただきまして、見させていただけるということで一緒に回ってまいりましょう。はい、これはフェンダースクワイヤーコーナーというか、まあ、ほぼほぼフェンダーですかね。いっぱいあります。すごいですね。こんだけ揃うとね、いくらでも選び放題と。これシルバーいいですね。シルバー、はいね、プレイヤーストラトキャスター、これお値打ちなんじゃないでしょうかね。うん、な感じのものから、こういうカラフルなものまでありまして、渋いサンバーストありますよ、ね、サンバーストありますよ、メタリックもありますよと。これすごいですね、カラーで。ね、こんな感じ、あんま見たことないですねこれね。はい、あとはもう定番のね、こうメキシコのこうロードウォン、この辺りもカラーがいいですね。はい、メタリックブルーカラー、こんな感じになっております。で、下はエピフォン、この辺りどこを選びましょうかね。これね、スタジオっぽいな、スタジオっぽいですね。はい、この辺りやっぱり学生さんとかね、ちょっとレスポール系がいいなっていう時は選んでほしい。マインレッドなんてすごいね、懐かしい感じがします。はい、ね、まだまだフェンダーあります。こちらはテレですね。テレキャスターずらっとありまして、どのテレが、あ、このアノダイズド、ちょっとねこのホワイトブロンドなんでしょうか、ちょっとね面白い、ちょっと紫みもあるような、こういう個性的なねやつもあります。で、奥はこれは新ラインでしょうかね。はい、ね、伝統的なバタースコッチもありまして、これは黒沢さんモデルノーキャスター、まあね、ヘッドにテレキャスターの文字がないぞと、それだけでなんかこうプレミア感がありますね。初期物ですよという感じ。オーダーモデルなんでね、ここにしかないんでしょうね。はい、でさらにこうマスタング、ムスタングね、こういうやっぱり可愛いモデルもたくさんありますね。はい、このあ、これちょっと気づかなかったけど、ビグがついてますね。最近のモデルですね、これね。これだけちょっとお安くなってますよと。これブラック、ブラック渋いですよ。ロックンロールですね。こういうのをね、お店に来ないとなかなか発見できないので、ぜひね皆さん見つけに来てください。そしてこちらギブソンレギュラーラインシリーズですね。はい、ここも選び放題ですとね。色合いがいろいろありますんで、もう実際でね、肉眼、お、レフティーもありますよ。レフティーを探しの方ぜひね、こういうとこにありますから。エピフォン、エピフォンのレスポール、これもやっぱりね天然のものですからね、同じ価格で、ほぼほぼ同じ価格で木目だったりカラーだったりいいんじゃないでしょうか。このあたりね、すごく出てますよ、グッと出てます ね、 憧れのレスポールね、
ぜひね、エピフォンで始められるといいんじゃないでしょうか。はい、こういうカスタムもいいですね。最近はやっぱりこういろんなアーティストがね、エピフォンからシグネチャーモデルとか出してますんでね、はい、いいと思います。あ、こちら東海、あ、東海ラッカーですよ。東海はね、っていうお値段で計らんだモデルがあったりします。はい、まあこの価格でこのクオリティっていうのはね、やっぱりなかなか出せないお家芸という感じではしますけれども、はい、こちらまたさらにエピフォンですね。これは先ほども言ったこれね、ジェリーカントレルですね。こういうアーティストモデルがあったりしますね。あ、かっこいいですね、これのね。なかなかちょっとノブだったりとかピックアップ違うだけでだいぶ端正なルックスになりますね。ちょっとこうシュッとした感じ。はい、そしてエピフォン、めちゃくちゃあるでしょめちゃくちゃあります。でこれスラッシュモデルかな、スラッシュ、この緑のね、あと赤とサンバーストね、タバコサンバーストみたいなこちらのカラー、あとゴールドもか、ここ一体が全部スラッシュになってますね。あ、ここもかね、アペタイトフォーディストラクションなんだ、もう全部でしたねこれスラッシュね、またガンズ来ますからね、それに合わせてご購入いただくのもいいんじゃないでしょうか。はい、 V からファイヤーバード、はい、エピフォン祭りですね。はい、エピフォンはここら辺ね、ぜひ選んでいただくと選び放題なんで。はい、ここ箱ですね。これアイバニーズの箱、ジョージ・ベンソンとかでね、やっぱり有名な、これジョージ・ベンソンモデルのオンズバでしたね。はい、ちょっと小ぶりに見えますけどね、ちょっと使いやすそうな感じ。はい、これもジョージ・ベンソン、ここジョージ・ベンソンコーナーですいろいろあるんですね、ジョージ・ベンソンもね。はい、うん、このミニハムがついてるのがいいのか、フルサイズがいいのか、どっちなんだいと、はい、いう感じ。ここも全部ジョージ・ベンソンだったな。あ、こっちジョンスコですね。はい、ジョンスコ派かジョージ・ベンソン派か、はいね、こういう、これなんかねコスパがいいですね、9万円で。さらにこちらグレッチ、はい、これお分かりでしょうかね。え、この中にねやっぱヴィンテージありますんで、オーラが際立っておりますね。はい、あ、これはもうみんなが欲しい61205８年のモデルですね。はいね、はい、0フレットも残ってますね。はい、ピックガードが外されてますけれども、かなり状態が綺麗だ。グレッチね、なかなか難しいところありますけどね、そういうところもありますね。はい、まあそういうところに行ってね、まあこういうちょっとこうエイジングがされたようなルックスの、これは新品だと思うんですけど、こういうのも全然いいと思いますね。やっぱりこうしっかり使おうって方はね、ヴィンテージっていうよりこういう新品のギターも選択肢に入ってまいります。はい、グレッチいっぱいあります。これもね、まだ1階ワンフロアだけですね、まだまだありますんで、どうでしょうか、お店来た感じになっておりますでしょうか。はい、この辺ね、いろんなモデルありますんで、はい、このラーメンのどうでしょうか、ギラギラ、あれはもうステージで入るぞと、これ持ってたらもうその一躍有名人ですね。はい、
あのブルーのグレッチのギタリストだと、ね、これリミテッドエディションもうなかなか被らないやつですね。はい、こっちにもありますし、はい、こっちにもありますんで、お好きなカラーでロックしていただければなと思います。はい、この辺もまだまだあります。はい、すごいですね。はい、でさらにこちらバンザント、バンザントからのこれはアイコニックかな。はい、なんとこうね、新興ブランドというかいろんなストラト作ってるブランドがあります。こういうアッシュなんかね、なかなかもう少なくなる。マルチレイヤーかっこいいっすね、これね。はい、これもちょっと聞いたことがないブランドですけど、これもなんか独特ですね、独特ですね。はい、ちょっと寄ってみますか、寄ってみますか。これどうなってんだとね、これ銅板で6章吹いてるね感じなんでしょうかね。はい、もうギラギラのトラメのネックですね。はい、これもいくつもありますんで選べますね、カラーも。はい、そしてひときわちょっとオーラがね漂っています、高級ストラト、こんなとこにあるんですね。はい、しれっとあります。625万円いかがでしょうか。これはお値打ちですね。スラブ初年度っていう感じでしょうかね。はい、でさらにこちら159、これもね、カスタムショップのアニバーサリーのね、こういう足もうなくなってきてますんで、ぜひゲットしていただけたらと。はい、ちらほらユーズドも、ユーズドというかヴィンテージもありますが、いかがでしょうか。お気になるもの、気になるものばっかりですけどね。これやばいですね、これね、ムーン、これちょっと危ないですよ。ネックがね、ローズウッドです。全部ローズウッド、しかもなんかブラスナット使われてるという、なかなかね攻めた仕様ですけど、こういうのもありますね。いやー素晴らしい、品揃えがえぐいです。これまだ1回ですね、モーモセからの、はい、フリーダムからの、あ、ここ一体モモセでしたね。はい、ね、こういうバールトップいかがでしょうか。はい、とかね、モモセ、はい、こういうモデルももちろんありますね。すごいすごい、あ、不次元ね、不次元、この辺り綺麗に作られたメタリックカラーあります、ね、なかなか見ないカラーで、これもグッときますね。綺麗です、美しい、ね、見とれてしまうようなカラーですけども、はい、そして不次元、まあ、ここ一体不次元でしたね、不次元コーナーね、不次元ね、歴史が浅い、いろいろ、あの歴史が深い、ずっとね日本のギター作りを支えてきたノウハウが詰まっておりますので、はい、こういうところでねこう演奏していただくとストレスないんじゃないでしょうか。はい、ネックはほとんど動かないというね、僕持ってる不次元はほとんど動けませんね。
はい、しっかりしているブランドです。でさらにガチョン不思議シェクターブライアンメイ、ね、ブライアンメイいろいろありますね。なんかこういうのも一本持っとかなきゃいけないのかなって思ったりすることもありますけど、もうそんなこと言ってるとどんどん増えちゃうんで危険です。はい、東海のテレキャスずらっとありまして、はい、何度も言いますがまだ1回です全然見切れないです。はい、いかがでしょうか。すごいですね、もうああいろいろここジャパビンというかいろんなユーズドがある、面白い。テスコのこのヘッド、まあ要するにこのモズライトでしょうけど、クラックが入ってね、これ懐かしいなっていうね、うなってらっしゃるお兄様方いらっしゃるでしょうけども、はい、どうでしょう、皆さん気になったギター見つけてくださいね。はい、ジラレスポールのユーズド、はい、こういうねお買い得なもの、これいいですね、この3ピースというか3ピースなんていうのかな、これなんだこれ3ピースこれ影どっち89年ですよ、89年ね、まあ僕の最初に買ったのも89年だったけど、どうなんだろうこれ、めっちゃ高くなってますねこれは珍しいからなのか、89年ってもうこの価格、僕買った時12万円ぐらいでしたけどね、もはやそれもヴィンテージになってる可能性があると。はい、まあ、このねちょっと古いレスポール持ってらっしゃる方ね、結構お値打ちになってるんじゃないですかね、こう、買っといてよかったですね。はい、ということで、はい、こちらも PRS だったりとか、はい、こちらねストラと、いろいろねありますね、ちょっと珍しいものが置いてあったりするんで、こういう、あ、じゃあ、あの高見モデルがね、高見ウルトラマンコラボモデル、うちの息子ウルトラマンドハマり中なんでね喜ぶと思いますけどそしてこれめちゃくちゃ懐かしい、懐かしいって言っていいのかな、これ竜神っていうかね、まあ、スタッフォードのキコルーレルとかねこういう形のもの使ってましたけど、綺麗ですね、個性的な感じになってます。はい、この辺ね布モデルもありますね。いやーやばいな、これで20分来ましたねはい、ということでね、まだまだありますんで、こちらですね今1階で、はい、こちらエレクトリックギターね、で2階フェンダー専門、3階ギブソン、4階メタル、ちょっと次ね、あの3階のギブソンコーナー行ってみたいと思います。はい、ワープ、はい、ということで3階ギブソンフロアに参りました。ちょっとね、どんなしら、すごいです、もうギブソンだらけ、いやこれは選び放題ですね、まだ下にあったはずなのにまだまだあります。できるだけねこう在庫たくさんこうやってお見せしてですね、まあ気に入ったギターね
来店してるかのようにですね探していただければ嬉しいですね。はい、トリビュートサテン、はい、いろんなモデルがあります。マーフィーラボ、最近はですねこう箱物もたくさんありまして、箱物の質感どうなんだと、レスポールはなんとなく分かっていただけます。マーフィーラボの箱系、はい、クラックがね入っております。これでウルトラライト A 色かな、はい、ウルトラライトといえどね結構渋い感じになっております。はい、マーフィーラボ箱系も雰囲気素晴らしいですね。ヘッド行きましょうか。ヘッド、はい、やっぱりね以前のものと比べてかなりっぽいですね。わかんないです、こんな感じで入りますよね。ね、ミント状態の本物かなと思うぐらいの感じ、はい、めちゃくちゃありますね、まあ、それぞれ表情違いますから。356ですね、はい、まだあるんですねこういうのもね。ちょっと小ぶりな335、わ、V がありますこれ。地味編のね69年のエイジド、これはかっこいいでしょ。もうたまらんですねこれね。エイジドがいっときますかね、もうね、はい、な感じね。 V も独特の鳴りありますからね、やっぱミッドがこうグッと出るようなサウンドはこのギターにしか出せないなって最近つくづく思います。はい、でコリーナエクスプローラー、はい、どんどんこう値上がりしてしまいますけれども、こういったねレアなものは本当に欲しい人はね今日言っといてください。今日が一番安いですね、はい、でマーフィーラボのカスタム、はい、こんな入り方しますよね。わかんないです、もうパッと見わかんないですね、はい、まあ、指板なんかはねやっぱりねダメージないので、なんとなくその辺で判断っていうところ、まあ英語にはちょっと分かりづらいな。メタルパーツなんかねやっぱ綺麗で、まあでもこれゴールドだいぶ落ちてる感じ再現してるんでしょうかね、はい、非常に手が込んでるなという感じはします。はい、もうこの感じとかもね分かんないですよ、こんなんですもん本当に本物こんな感じなんでね、はい、まあ、10倍の価格しますけどね本物、はい、こういうのを育てていくのもいいんじゃないでしょうか。あ、ヘリテージすごくねいいです。あのピックアップがねやっぱ特性なんでしょうかね、すごくこうキラッとした特性で本当に気に入ってますねヘリテージ。
ネックの握りはねまたちょっとギブソンと違うのでぜひねお店でねチェックしていただくといいと思いますけど、ヘリテージはねこうクリスピーなサウンド、それこそまあヴィンテージのちょっと枯れたサウンドというんでしょうね、そういう感じの方向性がお好きな方はギブソンじゃなくてヘリテージ一度試してみるといいと思います。はい、まあフィーラーもいろいろねこれもありますね。ちょっとねやっぱ個人的に好きなんでねちょっとこう撮影忘れて見ちゃいますけど、はい、いろんなこうマーフィーペインで言うとマーフィーさんが塗ったよというバーストどうでしょうね、違うんでしょうか。はい、通常のものでもね十分かっこいいんでね、まあ、こだわる方はこだわってくださいって感じですかね、個人的な意見ですけど。はい、マーフィーエイジと、はいね、これはもうやっぱりプレミアついてますね、248万円ですね。はい、いやツルーヒストリックやすごいな。えなんで。あら、すごい、買っとけばよかったな本当にね。コレクターズチョイスとかね、まあいいなと思いながら結局ヴィンテージを買ったんですけど、その時こっちも買っとけばよかったですね。もうこんなに値上がりすると思ってなかったですね。はい、そういうところでねギター選ぶのもあれなんで、まあ、ちょっとね音で皆さん気に入ったやつ探していただくのが幸せなんじゃないでしょうかね。上がる下がりだったらねもう落ち込むことは多いんで。はい、好きなギター気に入ったの音、最終的にやっぱ音ですね。音で選べばね、いや音良かったしって言えるんで、いや音良かったし誰が何と言おうと気に入った音だからそれが一番ですよと、とかねこうブツブツ言いながら見ておりますけれども、はい、335ですね。はい、これ64年、クラプトンとね同時期の、まあ、ビグがついて、いやいいですよこの黒黒と光る図らんなしオリジナルハードケースもついてると、はい、いやナイロンですね、ナイロンも残ってんのかなこれ、はい、ネックが裏ねこうオーバーラッカーされてるということですけれども、ね、十分貫禄がありますね、素晴らしいです。はい、こっち行きますか、こっち。はい、これ僕もね、はい、最近ゲットしました345ですね。これもいいですよね、同じ年代ですね。はい、だいぶねこちらは込まれてる感じしますけれども、いい感じに仕上がってます。こちらはこちらで、もしかしたらペグこれそのまま残ってるかもしれないですね。だいたいペグのねボタンがシュリンクしてしまうことが多いですけど、355ロックンロールですね。この辺はもう
じゃあフューチャー、はい、ドンズバじゃないですかこの辺りね。はい、あれバックトゥザフューチャーは3、3、4、5がの赤だっけ、3、4、5のチェリーでしたっけ、いつもごっちゃになりますけどね。はい、まあそんなことはともかくかっこいいですよと。でさらにPRS、はい、こちら SE ですね。はい、PRS SE もいろいろ選べます。はい、うわ、なかなかねこんだけ PRS がね並ぶことも最近ちょっと珍しくなって、まあいろいろ事情がありましてね、なかなかこうやって選べるお店も少なってきましたんで、ぜひね黒沢さん行ってねチェックしていただける、あこういう玉のね玉木というかね、こういうものもなかなか選べなくなってきてますんでね、あいいですね。やっぱねこの美しさがこう PRS の真骨頂かと思います。ぜひ行っていただければと思いますね。このグリーン、爽やかグリーンですね。ちょっとパーツもねちょっと違う594だと思うんですけど、メッキの感じがちょっとね違いますね。これゴージャス仕様になってますね。はい、ここにあります、ね、普通こうですから、こんな感じね、はい、全部ゴールド。あっあれこれモダンイーグルですね。シングルカットここにありましたよやばい、ちょっとこれえらいことになってます。価格235万。マジっすか。僕買ったのね60万ぐらいだったと思うんですよね。上がる、上がるのもあればそうでもないものもありますね。まあそういうので買わずにね、まあ音で選びましょう。そのね、そういう目線で見るのもいいんですけども、音いいですよこれは。モダンイーグルシングルカット、なかなかもうね出物がないので探してる方はもう行ってくださいね。でちょっとこう傷がつきやすいギターではあるので、割と使ってねこう引き傷なんかはありますけど、これがねかっこよくなるギターってなかなか PRS なんかないわけですね。モダンイーグルはねかっこよくなる、弾けば弾くほどかっこよくなるって、これなんだろう、チャコールか、ちょっとやっぱりトップのね焼けなのか木の色なのか若干グリーン味がね出ますよね。僕のもそんな感じになってますけど、いやこれは計らんのも黒黒としていいんじゃないでしょうか。ちょっと裏見えないのがあれですけどね。はい、狙ってる方はぜひどうぞと。はい、まだね正面やシグネチャーモデルからたくさんあります。でさらにこれね、ジェームス・タイラー、ここもねお好きな方は根強くねいらっしゃいます。かなりねやっぱこちらも残念ながら高騰してしまいまして、ちょっと手が届かない存在になりつつありますけれども、ね、
僕ね、最初に習ったギターの先生がですね、やっぱジェームススタイルを使ってらっしゃって、まあ、ゴリゴリのスタジオプレイヤーって感じですけど、やっぱりプロフェッショナルなねイメージがありますよね。これなんかかっこいいな。これもね、やっぱり木目とレスポールなんかの木目と一緒で、もう唯一無二というかね、これしかないんで、やっぱそういうところちょっとグッときますんで、ああ出会っちゃったなってやつは言っちゃいますよね。これね、正しいと思います。やっぱ潰しよりこういうのはね、やっぱ魅力が、いやこっちもいいんですよ、こっちもいいんですけどね、ちょっとグッとね、オリジナルっていう感じ、俺のって感じがね、一期一会の感じがしていいんじゃないでしょうか。はい、という感じでこちらのフロアお邪魔しました。次はですね、メタルの4階行ってみましょうかね。4階、メタル、ちょっとね、いろんなまた新しいブランドあるんじゃないかなと思いながら行ってみたいと思います。はい、ということで、4階メタルギターフロア参りましたけどね、もうすごいですね。あ、エフェクターもありますね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。ずらっとねえ、シェクターずらずらですね、これはねえ、シェクターはやっぱこう人気ありますからね。このあたりやっぱテクニカル派ギタリストねえ、選び放題ですよここが。はい、そして不次元、不次元かっこいいっすね。スポーテッドメープルの、はい、こういうカスタムも、これ、あ、黒沢さんのね、さすが分かってらっしゃるって感じのこうオーダーですね。こういうのいいですよねっていうね。はい、不次元さんでこういうモデルね、オーダー、センスが光っております、こうフィッシュマンのピックアップのチョイスもね、やっぱりメタルギタリストにとっては嬉しいとこですね。はい、下にももちろん並んでおります。そして我らがアイバニーズ、はい、国産ブランドでも世界にビシバシこうアピールしている、もう今なおアピールし続ける素晴らしいブランドでもね、やっぱこうこのポール・ギルバートのこの辺りの時代からですよね。アイバニーズっていう名前がね、やっぱりこう身近になった、まあ、僕世代特有のものかもしれないですけど、ね、やっぱこの辺りギターヒーローがやっぱ使ってたぞと、スティーブ・バイからの、ジョー・サトリアン、ジョン・ペトロシはね今ないですけど、まあ、そのあたりですね、うん、で今やっぱり若いギターヒーローたちがねこういう AZ シリーズをこぞって使うぞと、まあ、やっぱ弾きやすいとね、皆さん弾きやすいということでこちらを愛用される方多いですね。はい、何でも弾けちゃうんじゃないかっていう、これで弾けなかったら自分のせいというね、そういうギターですね。はい、これマーティン・ミラーですかね。はい、このブルーが印象的ですね。7弦もあるんですね。はい、これね、いろいろ形あります。この S シリーズなんていうのはね、ちょっとねこう薄型の、投げたらすぐもう風を切ってね、瞬速で飛んでいきますから、
って何を言ってるんでしょうか。はい、こちらのヘッドレス、これもすごくね上手に作られたものです。綺麗に各パーツ各箇所まとめられてる、センスがやっぱりね素晴らしい。でここはシェクターですね。はい、シェクターなんかもねやっぱりメタラーにとっては無視できない、メタラーというかねやっぱテクニカル系というかね。はい、これはアイコニックですよね。シェクターじゃなかった、ごめんなさい、シャーベルだシャーベルでした。シャとシェ、シャーベルですね。シャーベルっていうとあのガスビーがね使ってたり、はい、そのあたりでね有名です。はい、まあ、ガスリーゴーバーっていうとねうまいギタリストの代表格みたいなね。はい、こちら EVH、悪い系のティーズギターですね。ダークサイドのティーズギター、はい、やっぱこういう感じになるんでしょうね。これなんかこうレジンで埋めてます ね。あ、こういうのもティーズさんやり始めてますね。さすが流行りをねいち早く取り入れるというか綺麗に仕上げます。そしてキラー、やっぱメタルギタリストでこれ使ってらっしゃる方多いですね。エクスプローラー、はい、弾きやすいんでしょうね。僕も最初に出会ったメタルギターこれだったかもしれないですね。ずっと昔からあります。すごくねこう真ん中に質量が寄ってる感じがあってタイトになるイメージですね。はい、そしてインフィニット、はい、ここにインフィニットあるのなんか意外ですけども、ロック式タイプ、ロック、ね、フロイドローズタイプもあるんですね。そしてドラゴンフライ、個性的ですね。これはすごいな、この造形どういうことなんでしょうね。ちょっとベアナックルっぽいピックアップがついてますけど、666マルン666、やばいね、都市伝説ですね、はい、そして V、 はい、エドワーズイーツキラーといろいろありますよと。はい、ミュージックマン、まあ、ここにねあるというミュージックマンアクシス、これもちょっとね値上がりしてますね。やっぱこのトランスゴールドね、これいいんじゃないでしょうか。このグワッてする木、ちょっとこっち切るとねなってますけど、こっちのこのどっちですかって、キルトなのかいトラなのかいみたいな、これキルトか、いいですね。こういう複雑性のある木目いいと思います。さらにミュージックマンジョンペとありまして、これはどこだ、ビジェだったりドラゴンフライだったりですね。はい、アレキシ、歴史もなくなってしまいましたが、ギターは残ってますよと、ファンは根強いですよと、
でさらに、あ、これスナッパージョージさんのねモデル、これといえばジョージさんですよ。ちょっと迷彩っぽいね感じが僕で出ているとすごいですね。素晴らしいセンスですね。はい、こういう ESP、 はい、これはなんていうブランドでしょうね。ちょっとあまり見たことないですが、すごい綺麗です。このね、あ、もう何事かと思ってます。そしてもうこういう、あ、これはちょっとね見たことあるぞ。うん、ナムショーでね聞かせていただきましたよ。これも独特の OD ギターっていうんでしょうね。はい、こういう珍しいギターもここならありますんで、イーツ ESP、 ESP のギターはいいですよ。すごくきちっとなります。ね、そしてうわー、やっぱりここすごいですね、ディーン。はい、ディーンね、黒沢さん昔からねディーンやってますけど、うわ揃ってますね。これは陰陽道のねこういう図柄が、もうマイケンシェイカーこんなことになってるんですね今ね。いやこちらもディーンだったりギブソンだったり、いろんなブラの変形系ですね。すごい圧倒されますね。クンコもすごいな。これなんだろう、フチュラー、フチュラーですかね、モデル名なのかな。オームスピーが聞いたことある、あまりねちょっと詳しくないですけど、オームスピー、ここに揃ってますね。あとディーンね、クレイマー、はい、そしてストランドバーグ、はい、ストランドバーグなんかね最近杉さんの工場行ってまいりましたけれども、見学に来られた方そうでね、ストランドバーグさんが一緒にそば食べたよなんていう話を聞いてましたけど、これかっこいいですね。このでしょうか、気になるギターありましたでしょうか。ぜひねあるうちに見ちゃってください。このカスタム、当店カスタムオーダーね、目を引くセレクションとなってますね。こういう金属パーツをね、こういうのもできるんですね。はい、あのダイズド加工でしょうか、いろいろアルマイト加工とか、うん、はい、いろいろあるフロアとなっておりますけれども、最後にねエフェクターありましたので、ちょっとちらっと拝見させていただこうかな。失礼します。はい、選び放題ですね。いやすごい、1日あっても足りないですねこれね。うん、はい、一個一個もう拾えません
拾えないぐらいあります。最近何が流行ってるんでしょうか、皆さんね、いろいろ教えていただけたら嬉しいです。はいはい、ということで、じゃあ最後にねフェンダーフロア行ってみたいと思いますんで行きましょうか。はい、フェンダーイズヒアということでここにありますよと、ブロードのねストラトがお出迎えしてくれてますけれども、いやーもう、うわーもうフェンダー一色ですね。もうはい、回っていきましょう。はい、こちらにね、下にもありましたけどいっぱいあります、ね、こういう淡いカラー憧れますね。爽やか、いかがでしょうか。シックスティーズ、ね、はい、お手頃なね価格になってメキシコ製ですけど、はい失礼しますと、はい、あこのカラーねなかなか珍しい、これなんて言うんでしょうね、これね、なんて色ですかスーパーナチュラルフィニッシュ、はい、これ目につくカラーですね、うん、独特の、はい、ものとなっております。そしてもうこの辺は使いやすい系の、割とねプロの方もこういうあたりよく使ってらっしゃいますからね、アメリカンプロフェッショナル、通称アメプロって、アメプロアメプロとおっしゃってますけど、実用的なねあらゆる現場でそつなく弾けるギター、このあたりいいんじゃないでしょうか。あこっちにはねちょっとインフィニットとか、インフィニットじゃないこれアイコニック、はい、こういうのもありますね、うん、こういう選択肢もあるよという感じで、そしてこっちがインフィニット、はい、インフィニットも同時にね引き比べられる、これ国産のブランドもいいんじゃないでしょうかという提案でしょうね。はい、そしてユーズドの、はい、モンタレーポップと、はい、ジミヘンが弾いてたやつ、これ探してる人いいんじゃないでしょうかね。なかなかこのドンズはないですか。これメキシコ製で意外とねお手頃な価格でいきます、はい、あこれコリーウォン、コリーウォンか、コリーウォンってねハイウェイワン使ってたと思いますけど、それ再現してんでしょうかね。ハイウェイワン、すごくねあのお手頃なモデル使ってらっしゃるんですね本人ね。でクラプトンね、この真っ白のネックがね特徴的、サテンのねネックも弾きやすい感じ、レースセンサーじゃないノイズレスピックアップついてます。はい、そしてアコースタソニック、この辺りがねよく楽器店で見かけて久しいですけれども、こういうペイズリーがあります。これいいじゃないですか、ペイズリー、これはねちょっと若干お高くはなるんですけど、こうエボニーシバンなのかな、エボニーシバンって書いてますね。うん、なんかアコ系はねエボニー選択されることが多い、やっぱりこうレスポンスがねやっぱマーチンとか伝統的なものを考えるとエボニー選択する方多いと思いますんで、こういうプレミアムな仕様の
アコスタソニックいいんじゃないでしょうか。はい、どっから行こうかな。こっちフェンダーテレ、はい、テレキャスターデラックスロードボーンですね。よく見るとこういうエイジド加工がねされてますけど、ここロードボーンですね。これもねエイジド加工されております。はい、ここもテレ、いろいろありますね。テレといっても一口に言ってもこう、これはピックガード珍しいですね。はい、なんかモデルなんでしょうかね、誰々モデルか。はいはい、こちらもずらっとあります。やっぱこのね特徴的なカラーね、面白いですね。なんかね目を引くカラーとなってます。こう左のこのシルバーのサンバーストも面白いですね。なるほどなるほど。ではい、こっちはもうちょっとトラッドなねテレとなっております。はい、かなりヘビーにねエイジングされた、これはアッシュでしょうかね。はい、このあたりもねなかなかもうちょっと手に入れるの困難になってきましたんで、いつもタイミングが行ってみたいなと思ってらっしゃる方多いと思いますけど、ステレスセンターピックアップともされ、これ面白いですね。ここにいるんでしょうかね、ステレスセンターピックアップ。だから 5way のストラトサウンドがね出せるものとなってる。結構こう見えて面白い試みされてるモデル。マスタービューダー、ジェイソン・スミス。はい、こちらはね、はい、50年代っていう感じ。ブロンドもありますね。はい、バタースコッチはねこれもあります。はい、うわこれマスタービルダーですね。はい、やっぱね手が込んでますね。最近あのフェンダーのオフィシャルなのか、おしゃれじゃないか、 YouTuber の人がね出してたフェンダーカスタムショップの工場の動画見ましたか皆さんね。マスタービルダー一人ずつのねこう部屋があって面白い動画でしたけど、まだ見てない方はぜひ見てみてくださいね。やっぱありがたみが全然変わってきますんでね。はい、ジョン・クルーズ、この辺りは、ね、最高峰の人気を誇ったビルダージョン・クルーズさんの手掛けるブランド、はあ、またちょっとね違う革新的な部分があったりしますけど、はい、このアメリカンヴィンテージね、こういうクラックが入ってなんかねちょっと渋みが出てますね。でそして、あ、これジャズマスター66年、このバインディングがねこの CBS 機の感じがかっこいい。そしてこれね、あの大楽器祭り、大楽器祭、お茶の水でね、お茶の水というかソラシティの方でね拝見しました。54初年度ストラト、どうでしょうかね。オーラがやっぱりね歴史を感じさせるオーラ、この面取りされたヘッド使ったねと、ステージで弾いたねという感じ。おまけにこれどうですかというペンタロスもあります。
そしてこれ57かな。はい、こちらも貫禄ですね。です。はい、こちらヴィンテージのストラト。これ6号。綺麗すぎませんかこれ。グレートコンディションですね。ナット底上げのみ、ナットをちょっとねいじったんでしょうけど、そのままあったナットを使って補修したオリジナルを尊重したリペアがなされている珠玉の一品と。でさらに71年、これはおそらく4点ですね。4点のこのエボニーかのような芝、これロックのサウンド出そうですね。バキッといいロックサウンドが出せそうなデカヘッドの71年です。はい、この辺りも狙ってる方いると思いますね。特にこのコンディションなかなかないんでね、行ける人は行ってみてはいいんじゃないですか。はい、でジェームス・タイラーもありますね、これね。はい、ヘンダー76年、すごいですね。70年代末ですね。ハードテールだ、ハードテール珍しい。この大きく広角ね、これ70年代っぽいですね。このねシックスキンというか、ポリ下地のトップラッカーになるんでしょうか。このまた雰囲気もいいっすね。はい、ゲーリーマン、これもね見かけましたけれど、ソラシティで、はい、ちょっと貫禄のデナーとなっておりますけれども、まあファンにとってはね、もうしょうがないなと。あ、リッチーブラックもリッチーファンもね、センターピックアップがこうもう辛い位置になってますね。はい、これはいつぐらい使ってたんですかね。いろいろカスタム施される前の68モデルを再現したモデルということです。はい、いろ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 あります。レイボン、レイボンカスタム、いい顔です。この20顎を出す、これがブルースマンの目標ですね。貫禄、はい、これテレですね。こうショーアップされた感じのね、やっぱこういうところにね飾られるとすごくオーラがやっぱり似てますね。このケース欲しいですね。はい、これはクラプトンのモデル、ブラインドフェイス機に愛用していたテレキャスターを再現、ファン垂涎のモデルとなっておりますが、ね、はい、まだまだありますよ。どうでしょうか、もう選び放題。え、この中からもうお気に入りのね一本見つかったらもうそれは一生もんですよ。こん中で見つからないことなんてないんじゃないですか。もうねえ、ヴィンテージからレギュラーラインからこれはポ
ポール・ウォラー氏のマスタービルドねえ、ミハイル・ブラッキーな感じですね。いいんじゃないですかこれも。うん、素晴らしい。フェスタレッドいかがですかと。はい、微妙に色合いがねこうやって変わる感じ。はい、このフィエスタっていうのはね祝日っていう意味ですよね。はい、日本のね、まあ、カレンダーもこう休みの日赤色になってあの赤だということですけれども、いろいろありますね。はい、これはブルー系、いろいろこれもあります。こういうねこう青空のカラーがいいのか、こういうね海のような青がいいのか。はい、これグリーン系になりますかね、この辺ね。これクラプトン、これ号泣。このね飴色になったこうクレードと、いいですね。ゴールド、これねカラーごとにこう分けて展示していただいてるのがありがたいですね。はい、スタート、ヘビーレリック、お買い得な感じしますね。うん、ニューズドです。はい、これはシルバーに見えますけどもね、ショーラインゴールド、いろんなゴールドがあります。お好みどちらですかと。はい、ということですね、いろいろ回ってまいりましたけども、実はあ、永瀬さんお世話になってます。これですよね、配信で弾かせていただいてご紹介するつもりが自分で買ってしまったという。はい、私こちら買わせていただきましたと。じゃあちょっとオープンしていただいてもよろしいでしょうか。じゃん、お久しぶり。配信の日からねちょっとしばらく経って受け取りに今日参りましたということで、しばらくぶりですけども元気にしとったかと。やっと受け取りに来れたよということで、こちらゴーゴーのゴーゴーのリフィニッシュ、リフィニッシュね。まあオリジナルのゴーゴーなんてもはやねなかなかちょっとこう高嶺の花になってしまいましたが、まあこちらもそうなんですけど、行ける時にそうですね、決断しとこうかなということでですね、これネック割とこうねトップの方というかこちらの方はそのままっていうような感じもしますよね。一応リフレットをしてあるんですけども、はいはいはい、あんまりその指板面とかもやり直したりとかしている感じはない形になっています、うんね、この辺決め手でしたね。やっぱこれがねオーラの貫禄の証というかそんな感じがしますんで、裏はちょっとオーバーラッカーがされてるみたいな感じもあるんですけど、結構それもねもう剥げてきてしまっているような感じではあります。まあ、うん、そうですね、もうリフィニッシュ自体ももう年数がかなり経ってるので、はいね、もうこのエルボーのあたりなんかはもうすでにちょっとクリアの層がなくなりつつある、ね、かもしれないですね。ちょっとねこう曇りがかってきて、はい、でさっきおっしゃってたのがもしかした頃これ下地まだ残ってる可能性あると。そうです ね、レザーチェックが全部黒の塗装の下に、はい、出てるので、塗装が今引けてきてウェザーチェック、下の塗装のウェザーチェックが見えてきてる状態になってますので、もしかしたらこう削れてくるとマルチレイヤーみたいになる可能性もあると。プラスチックパーツはこう変えられてるということで、いかがなもんかとちょっと音出しさせていただいてもよろしいでしょうか。改めてね、改めて、はい、うん、行ってみましょう。
願いします。はい、ありがとうございます。いかがですか皆さん、おめでとうとコメントくださいじゃちょっと聞かせていただきます。はい、どうぞ。いやデラリバで行きます。いいですよねこれ、めちゃめちゃやっぱバリッと出ますしね、うん、なんかガツンとそうなんです来る感じ。この先ね、また動画で登場させようと思いますので、はい、ぜひ使ってあげてください。ありがとうございます。良い出会いをいただきまして、はい、ミイラ取りがミイラになるというありがとうございます。はい、皆さんぜひね、あの黒沢さんお茶の水こんだけいろいろ揃っておりますので、
ぜひ一生もの見つけに来ていただけたらなと思います。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ではね、ありがとうございます。ゲットできました。バイバイ。はい、だいぶ緩いです。